皆さんこんにちは。ベーシスト、音楽クリエイターをやっておりますベンでございます。本日の動画ですが、初心者の方向けの演奏方法の解説ということで、クロマチックアプローチを使って、フレーズを演奏するという、内容をですね、解説する動画を撮っていこうかなと思っております。このチャンネルはベーシストの方々に向けて様々な情報を配信していくチャンネルとなっております。動画を作るモチベーションにもなりますので、ぜひチャンネル登録や高評価の方よろしくお願いします。それでは動画の内容に入っていきたいと思います。今回は、フレーズのですね、演奏方法の解説っていうことなんですけど、クロマチックアプローチっていう、演奏方法ですね、これを使って演奏する方法を解説していきたいと思います。それではまずはじめにですね、聞いたこともある方もいらっしゃると思うんですが、まだクロマチックアプローチって何なのかっていうのがですね、わからない方もいらっしゃると思いますんで、そちらの方のまず説明からいきたいと思います。で、クロマチックアプローチって何なのかっていうのがこちらになります。クロマチックアプローチは演奏するときに、フレーズを弾いたりするときですね、ソロでもそうなんですけど、ベースラインでもそうなんですけど、半音間隔の音をつないでフレーズを構築する方法、こちらがクロマチックアプローチの演奏方法となっております。そして以前にいろいろ僕も上げている動画の中で触れてるんですけど、基本ですね、ベースラインとかソロのフレーズを作っていくときにはコードを見て、そのコードから使えるコードトーンとかテンションの音を選んでいきましょうっていう話をしてると思うんですけど、このクロマチックアプローチをやるときですねには、コードトーンやテンションの音以外の音も使用することができます。それではここから実際の演奏例を見て、クロマチックアプローチの、やり方ですね、こちらの方をですね、細かく解説していきたいなと思っております。で、クロマチックアプローチっていう、演奏方法は様々なジャンルで使われる演奏方法で、いろんなジャンルによってですね、それぞれフレーズが違ったりするんですけど、今回解説に使っていこうと思っているフレーズは、ジャズのですね、ソロのフレーズで、こちらを題材にしてクロマチックアプローチのやり方っていうのを解説していきたいなと思います。で、以前にも、動画でソロの解説動画っていうのを上げてるんですけど、そちらの方で共通して使ってる、酒とバラの日々っていうジャズのスタンダードナンバーのコード進行、冒頭8小節のコード進行を使ってちょっと説明していこうかなと思います。それではまず最初に、クロマチックアプローチの例というのがあって、お見せするんですけど、こちらがその譜面になってます。で、これはですね、この動画撮る前に僕がちょっとアドリブでソロを弾いてみたフレーズなんですけど、こちらをですね、まずデモ演奏を聴いていただいて、でその後フレーズをですね、細かくこういう風にクロマチックアプローチしてますっていう解説をしていこうかなと思っております。それではまずデモ演奏の方を聴いてみてください。このような感じになってます。はい、いかがだったでしょうか。今回のデモ演奏はですね、ジャズのアドリブソロを題材にしてクロマチックアプローチのフレーズを弾いてみましたけど、以前までの僕のソロの解説動画とか見ていただいている方は、このクロマチックアプローチもですね、絡めてみると非常にですね、ソロがですね、ジャズのソロになる気がしますよね。それではここから具体的なフレーズの解説をしていきたいと思うんですけど、クロマチックアプローチっていろいろですね、考え方というか、いろいろなアイデアがあって、で、今回のフレーズもいろいろなアイデアを入れて弾いてるんですけど、考え方がですね、結構人によってまちまちで、今回の、フレーズは、僕の、あくまで僕のですね、こういう風な考えでクロマチックアプローチをこういう風に入れてますっていう、認識で見ていただけたらなと思います。必ずしもですね、これが全て正解とは限らないんですけど、一つのですね、参考例として見ていただければなと思います。それではまず一つ目のフレーズから言ってみたいと思います。一つ目のフレーズは、この1小節目、2小節目のところですね。F メジャーセブンスと E フラットセブンスの場所。ここで弾いてるフレーズです。で、こちらのフレーズはですね、ターゲットノートを中心にしてクロマチックアプローチをしているというような考え方で弾いてます。こちらちょっと資料の方にターゲットオンというふうに書いてあるんですけど、ターゲットノートというふうな呼び方もするんですよね。で、ちょっと動画の喋りの方でですね、ちょっとそのターゲットオンって言ったりターゲットノートって言ったりするんですけど、意味は同じと思っていただければと思います。それではターゲットノートが何なのかっていうことも、一緒に、含めて説明していきたいと思います。
でまずこの1小節目2小節目のフレーズを弾くときに、僕は最初にこういうふうに頭の中で考えています。で、1小節目のところですよね、これが、ドの音の2分音符とラの音の2分音符、これは、5度の音と3度の音、5度の音と3度の音を使ってフレーズを構築しようというふうにまず頭の中で考えています。そしてこの2つの音ですね、この5度の音3度の音の2つの音をターゲットノートというふうに、自分の中で定義します。でターゲットノートっていうのは、その自分がフレーズを弾く時の中心の音として使っていく音です。そしてターゲットノートが決まると、そのターゲットノートを中心に、クロマチックアプローチを展開していきます。でこの場合だと最初のドの2分音符のところを8分音符に分解して、ドから半音2つ下がってまたドに戻るっていうフレーズを入れてます。そして2番目のラの2分音符のところは、これも同じように8分音符に分解して、ラから半音2つ下がってまたラに戻るというふうにフレーズを構築しています。でこれはですね、ジャズのソロをやるときに、結構いろいろなミュージシャンがやる、上等フレーズというか、よく使われるフレーズでもあります。そして、注意点なんですけど、中心といってもそのターゲットノートが、音のフレーズの真ん中にあるというわけではなくて、あくまでもですね、そのターゲットノートを、中心にクロマチックアプローチを展開していくという意味合いで、この中心という言葉を使ってます。つまり、フレーズをですね、このドの音が、ドの音とラの音なんですけど、このドの音とラの音が印象付けられるようなフレーズの構築をしていくというような感じですね。そしてターゲットノートの使い方もですね、結構いろいろ奥深くてですね、ちょっとこの動画は、クロマチックアプローチの、解説になりますんで、またそのターゲットノートの説明っていうのも、今後の動画で詳しくやっていこうかなとは思っておりますけど、今回はちょっと割愛させてもらいます。すいません。それでは次のフレーズの解説に移ってみたいと思います。次は3小節目と4小節目の解説になります。そしてフレーズの方が、まずこちらになりますね。で3小節目と4小節目には、大きく分けて3つクロマチックアプローチの、アイディアがありまして、で、それぞれ、赤と青と緑で囲んであるんですけど、それぞれ、解説してみます。でまずはこの赤のところですね、こちらがですねアプローチノートとして、半音下から弾くっていう風に書いてあるんですけど、これはですね以前説明したアプローチノート、このフレーズの始まりの前に置く、音ですね、これをですね半音下の音か、もしくは半音上の音からスタートして、その半音でクロマチックアプローチとしてそのアプローチノートを使うという使い方ですね。これも、クロマチックアプローチの一つの使い方になります。そして2番目のこの青で囲んであるところなんですけど、こちらはですね1小節目2小節目で説明したところのアイディアと同じで、ターゲットノートっていうのを使って、このターゲットノートを中心にしてクロマチックアプローチをしているという感じですね。でフレーズはですね、これはドの音をターゲットノートにしてるんですけど、ドから半音下がって、でまたドに戻って、で次半音上がるっていう風に、ドの音を中心にして半音下半音上の音入れているっていうフレーズですね。そして3番目の緑色で囲んであるところなんですけど、こちらのアイディアはコピーしたフレーズをそのまま使うっていうアイディアですね。でこちらはですね、一応フレーズの詳細を解説すると、最初の音ルートの音からフラットサーティーンの音まで半音ずつ下がっていって、ここクロマチックアプローチになってますね。そしてその後ファのシャープ、これは3度の音、そしてミのフラット、フラット9ですね、そしてドのシャープの音、ここもクロマチックアプローチ、ルートに対するクロマチックアプローチという風な感じになっております。こういう風にですね、コピーしたフレーズをそのまま使うっていうのも非常に有効な手段です。コピーしたフレーズそのまま使うというか、他に説明してるフレーズもですね、結局誰かがやってて、誰かのフレーズのコピーと言えなくもないので、結局のところですね、先人たち の, ネタをですね、いろいろ今の現代のジャズのミュージシャンが使っているっていうことなんですよね。なのでこの D7 のとこで使っているフレーズは非常に有名なフレーズでですね、もしこの動画を見られた方はこのフレーズをセブンスコードのところでそのまま弾いても非常にかっこいいフレーズなので、ぜひ取り入れてみてください。それでは続いて5小節目と6小節目のところの解説です。こちらはこのような感じのフレーズになってます。でこれはどういうアイデアで
演奏しているかというと、ターゲット音同士をクロマチックアプローチでつなぐというアイデアですね。で、自分がどういうふうに考えて演奏したかというと、このような感じに最初は考えてます。で、3拍目と4拍目、5小節目のところですね。これを例の四分音符とドの四分音符というふうにまずは考えて、で、この最初のレの音ですね、これをまずターゲット音を定めます。ここをターゲットにしようと。で、その次にですね、今度1小節目のとこと違うんですけど、この次の小節の C のフラットのところ、これ3度の音なんですけど、ここをターゲット音にして、このターゲット音の間をクロマチックの半音の音を埋めてつないでやるというような考えですね。そしてフレーズ、そのドが、まあ、間に入ってるんですけど、そのドの手前とドの後に半音ずつ音を追加してやって、で、最初のターゲット音レのところからですね、最後のターゲット音 C のフラットのとこまでを、クロマチックアプローチでつないでいくというようなアイデアで、弾いています。それでは最後に7小節目と8小節目のところですね、こちらを解説します。で、こちらはですね、1小節目2小節目のところと同じネタですね。ターゲット音を中心にして、まあ、クロマチックアプローチをしたっていうことですね。で、ターゲット音にしたのは、ルートの音の E フラットで、その E フラットの音からレ、そしてレのフラットというふうに半音で下がって、また、E フラットに戻るっていう感じですね。はい、いかがだったでしょうか。クロマチックアプローチについて、いろいろと解説をしてきました。で、今回はちょっとジャズのソロのフレーズですよね、こちらで解説を行っていったんですけど、このクロマチックアプローチっていうのはもちろんですね、ジャズのベースラインもそうですし、他もいろいろなロックでも使いますし、ファンクでも使いますし、いろいろなフレーズでこのクロマチックアプローチっていうのは出てくるんですよね、頻繁に。なので、まあ、今後の動画でですね、まあ、別のジャンル、まあ、ベースラインだったりソロだったりでこのクロマチックアプローチを使っていくやり方っていうのも、詳しく解説できたらなと思っております。本日の動画は以上になります。また私のチャンネルでは、今後もベーシストの方々のためになるような様々な動画を上げていこうかなと思っておりますので、ぜひ、この動画が面白かったと思われた方はチャンネル登録や高評価の方よろしくお願いします。そして何か質問とかですね、あと動画で取り上げてほしい内容などがありましたら、お気軽にコメント欄の方にコメントを書いていただければなと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。